CSBA チャンネル皆さんこんにちは。本日は、夏のオフトレーニングとしてスケートボードを教えていきたいと思っております。はい、本日はですねこちら2年生の新田、1年生諸君、春と太陽、龍翔、はい、この4人のメンバーでお送りさせていただいております。それでは皆さん今日もよろしくお願いします。Hey, be gone. やるよ。じゃあ皆さん、各自体を温めてください。ストレッチとかも各自してもらって大丈夫です。でいいね、ちょっと腰入りすぎ、もうそのままもっと自然でいいよ。そうそれぐらい。どうしてもパンピングって言ってその伸びて縮んで伸びて縮んでがちゃんと上手いタイミングできないとやっぱスピードって減速するから、このここも伸びて押す、ここも リラックスして下半身にグッて力入るように、真下にこう力入れれるように、そうあいいね。今太陽が練習してるのがホスピタルフリップって言って、キックフリップを途中でキャンセルさして板を横にこうやって、まあさ、そうハードフリップみたいにさ、もうこうやって抜いちゃってんやんか、抜くんじゃなくてこの辺まで吸うねん、で吸ってからキャンセルするって感じ。広くして、これです。こうやっても多分回りきらへんから、こう上に上げながら、そう頭倒れんように、もうなんか胸と頭一緒のぐらいの気持ちでやった方が安定するかな。あーいい、そうそれでいい。惜しい、でもそういける。めっちゃいいスピードだよ。
ちょっと待って、上手くなってる。うまい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 。うまい。やばくね？いいよいいよ。うまい。おお、いいやん、フロントターン。フロントターン。これできるようなやつです。これな、上半身を先に持ってってあげるといいよ。その今上半身が硬くて腰で回してるから言ったらついてかへんやんか。じゃなくてこう上半身持って、ちょっと持って、上半身でこうしっかりとしゃがんで、しゃがんだ時で、あ、浮いてきた時にこう回してあげる。タイミングは止まる時、こうちょっとこう止まりかけるって感じや。あのタイミングで出ます。しゃがんで、そう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 、イエーイ。リューションの場合はみたいな感じやん。はいはい、イメージでこうちょっとこう下がるときに止まる、まあ、受けます。置いてからの感動でいいから。誰も見てなかった今の。はい、ということでですね、そろそろ時間が来ました。本日はですね、4人生徒で、春と太陽で新た、龍翔、はい、この4人を、教えていきました。また来週もスケートボードを教えていきたいと思っております。みんなの成長を楽しみにしてください。 CSBA では、長期1年プログラム以外にも短期1週間からのプログラムがあります。概要欄の方に貼っておきますので、 CSBA のホームページ、そして YouTube チャンネル見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。うえ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 。さよなら言って。さよなら。うえ、What's up？え、What's up？はい。はい。